桜橋駅は静岡県静岡市清水区カスが一丁目にある静岡鉄道静岡清水線の駅。駅番号は S13。1950年、当駅付近で並走している国鉄東海道本線で貨物列車の脱線事故が発生、脱線した車両で道場下線が不通となる事態となり、静岡清水線も下り線が塞がれた。この時、 静岡鉄道は、静岡清水線を、遊園前駅等運休とし、残った上り線を、国鉄の線路と連結、共用して、旅客、貨物ともに大動脈である国鉄東海道本線の長期不通の回避を図った。この県では、運輸省から、静岡鉄道へ感謝状が送られている、上下でずれている、ホーム端式ホーム2面2線で、 新清水方面のホームは上下線に挟まれて作られている。その構造は同じ静岡鉄道の湯け駅に似ているが、当駅では上下ホームが踏切で結ばれている。かつては新清水方面のホームを島式ホームとして使用していたが、ラッシュ時のホーム上の混雑軽減を図るために、新静岡方面のホームを新たに設置し、上下線ホームを分離している。ただし、 この改良は、同駅が先に行っている。その名残で、新清水方面駅のホーム上屋は、ホームの中央に支柱がある、両流れ屋根となっている。またこれに伴い、当初駅の東側をまたぐ、桜橋の田元に置かれていた駅舎が撤去され、現在の位置に移動している。かつては同駅から駒越えを経由して、三保へ至る、未成線に終わった支線、三保線が計画され、 一部で着工され、ロバンなどが7割方完成していたが、第二次世界大戦による空襲によって、旧清水市が甚大な被害をこむったことから建設を断念、その後1955年に建設免許施行となった。戦時中の建設であったため機密事項が多く、また空襲によって建設にまつわる書類や資料類も消失するなどして失われてしまったため、 当時の資料は全くと言っていいほど残されていない。新規を見ず方に非常用の上下渡り線が設置されている。この渡り線は、東海地震発生時に海抜が低くて津波被害が予想される桜橋から新清密館が抑止されるのを想定して2006年に設置されたもので、隣の家岡駅とのほぼ中間地点に設けられている。東海地震の警戒宣言などで桜橋から 新清水間の運行が抑止された場合は当駅で旅客営業を打ち切り、隣の入江岡駅まで回送運転して折り返し、この渡り線で新静岡方面に転線させた後に、再び桜橋駅まで回送運転し、桜橋始発列車として運行される。この場合、入江岡駅は係員を配置の上で閉鎖される。設置後はほとんど使用されなかったが、 2011年3月11日に発生した東日本大震災で津波警報が発令された影響で12日まで東駅から新清水駅間までが抑止され設置後初めてこの渡り線を用いた本格的な営業運転が行われた乗り場静岡市統計所によれば2018年度の1日平均乗車人員は2337人 校舎人員は2389人であった。この上降人員数は、静岡清水線全15駅中5番目である。なお、同統計によれば、近年上降人員は、以下の通りである。静岡鉄道 S 静岡清水線通勤急行、急行きつヶ崎駅桜橋駅から、新清水駅普通きつヶ崎駅桜橋駅、入江岡駅。ありがとうございます。